こんにちは、るこです。今日紹介するのは冬にぴったりの、ちょっと雪の結晶のようなイメージのモチーフになります。自分の作ったオリジナルモチーフの中でもこれはかなり気に入っているのでちょっとワクワクしています。それではやっていきます。今日使っていくのは3色の毛糸になります。で、太さの方、これ日本の中太です。8プレイ。で、かぎ針の方、これいつもと一緒で4ミリになります。日本の7号です。今日もマジックリングからのスタートになります。Start with magic ring。はい、マジックリングができたら、ここから鎖3目編みます。3チェーン。3目編んだら、この3目目を指で押さえます。で、このまま上に4目鎖編みをします。4チェーン。1、2、3、4。で、4目編んだら、これを裏返しにします。裏返しにして、ここトップのこのポコポコポコって出てるこのちょんちょんですね、ここと押さえてるところに入れたいので、下から1、2、3、ここん、ここここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ。これ普通ピコットなんですけど、普通3目で作るのを4目のピコットで作っていきます。で、このまま鎖目1つ、1チェーン。で、今度はここの真ん中の穴に長編みを1回、1ダブルクロシェ。ね、鎖4目編みます。4チェーン。1、2、3、4。で、またこれ4目のピコットにしたいので、と今度はここのとここの穴ですね、長編みのちょうどこのトップの部分に来るこの出っ張りに引き抜き編みをします。スリップスティッチ。で、鎖目1つ、1チェーン。もう一回やります。まず長編みが1回、1ダブルクロシェ。で、鎖編みが4回、4チェーン。で、裏に返してここです。この鎖編みのトップのこの出っ張りに引き抜き編みをします。スリップスティッチ。で、鎖編みが1回、1チェーン。
これを一周ずっと繰り返します。全部で8個ピコットを作っていきます。8個なので、あと5個入れていきます。と一周編んだらこういう感じになってると思います。とこのピコットの部分が全部で8個、1,2,3,4,5,6,7,8。 そしたらこの真ん中の輪っかを小さくしていきます。とこの短い紐、こっちを引っ張って小さくします。こういう感じです。でつなげます。つなげるところは最初に編んだ鎖編みの3目めです。と1,2,3,1、 ここに引き抜き編みをします。スリップステッチ、でこういう感じでつながったら鎖目1つ、ワンチェーン。はい、これで1段目出来上がりです。はい、次は毛糸の色を変えていきます。新しい色を持ってきて、このピコットとピコットの間、ここに刺します。で持ってきます。でこのまま鎖目3目で立ち上がります。1,2,3,4。 でここの今新しく持ってきた紐、これも一緒に裏で編み込んでいきます。ただこのまま、ここの隙間のところにあと3回長編みをします。3 double crochet in the same space。 1,2,3。 はい、そしたらこのままこのピコットをちょっと前に出してあげて、次のこの隙間、こっち側に次は長編みを4回編みます。4 double crochet。1,2,3,4。こういう感じです。もう一回やります。また隣。これまた繰り返しで長編み4回です。4 double crochet。はい、こういう感じになります。これまた一周ずっと繰り返します。一周編んだらこういう感じになってると思います。で、これつなげます。つなげるところはこの最
初に読んだ三目の三目目です。One, two, third one。ここに引き抜き編みをします。Slip stitch。で、このまま鎖目三目で立ち上がります。Three chain。One.Two, three. で、ここ同じ穴、同じところに長編みをもう一回。One double crochet in the same stitch. See.で、鎖編み一つ。One chain. Skip one. 一個飛ばして、こっち。Skip. こっちです。ここに、今度は長編みを二回。Two double crochet.で、鎖目一つ。One chain. 下はここ。Skip one. で、こっち側です。一個飛ばして、ここに長編みを二回。Two double crochet. One. Two.で、鎖一回、one chain。これまた、ずっと一周繰り返します。一周編んだら、こうなります。で、これつなげます。つなげるところは、最初に編んだ三目の三目目です。one, two, third one.ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ。で、上で鎖目一つ。ワンチェーン。はい、次はまた紐の色を変えていきます。と、今度は、と、ここ、この、と、ちょうど長編みと長編みの間、ここに刺して、次の色を持ってきます。これこのまま鎖目3目で立ち上がります。One, two, three. で、ここ3目目押さえて上に4つ鎖を編みます。Four chain, two, three, four. で、この押さえたところ裏にひっくり返して、ここにと引き抜き編みをします。スリップスティッチ。これさっきと一緒で4目のピコットになります。で、2チェーン。1、2。で、今度はこの隣、こっちの隙間に行きます。と、この時にまたこの裏の糸、一緒に編み入れていきます。まず、長編みが1回。One double crochet.
で上でチェーンを4つ鎖を4回編みます。1 2 3 4で、このまた長編みのトップのこの裏のポコってしたところに引き抜き編みをします。スリップスティッチね、鎖が2回、 2 chain。 これまた次ここの隙間いきます。長編みが1回、 1 double crochet で 4 chain、 鎖4回、でまたこの長編みの一番トップの部分の出っ張り、ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチで鎖編みが2回、2チェーン。こういう感じでこれをまた一周ずっと繰り返します。一周編んだらこういう感じになります。で、これまたつなげていきます。つなげるところは最初に編んだ鎖3目の3目目です。 1, 2, 3rd one、 ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチで、上で鎖目1つ、 1 チェーン。はい、こういう感じです。これで、はい、次はまた紐の色を変えていきます。私はこの最初に使った白を使っていきます。で、まず最初に作り目を作ります。スリップノット、これどういうやり方でも大丈夫です。作り目ができたらと、このモチーフの2個あるうちのこっち側、ここにかぎ針を入れていきます。この時後ろ側から刺すようにしてください。よいしょ、でここですね。でここに入れて細編みを1回、1 standing single crochet。 で、ここから鎖目5回編みます。 5 chain、 1 2 3 4 5。 で、次ここスキップスキップスキップ、で次のここのところ、ここにまた細編みです。 1 single crochet。 ちょっと紐の色が暗いな。で、またこのまま鎖編み5回、 5 chain。 で、またスキップスキップスキップ、で、今度ここに刺していきます。
かです。また細編みです。シングルクロシェ。はい、これ繰り返しになります。ちょっと、この細編みを入れるところが分かりにくいですけど、必ず3回飛ばしてスキップスキップスキップで、ここですね、こういう感じになります。表から見るとちょっと分かりにくいですけど、裏はこういう感じになってます。これ入ったら水色が2回、これで水色が2回、こういう感じです。これまた1周ずっと編んでいきます。1周編んだらこういう感じになります。はい、そしたらつなげていきます。ちょっと裏分かりにくいのでこういう感じでやっていきます。で、つなげるところはこの最初に編んだ細編みのトップ、ここになります。ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ、これ引き抜いたらと、このまま1個もう一回止まりに引き抜き編みをします。 Another slip stitch で、このまま鎖目3目で立ち上がります。 3 chain で、この同じ鎖のここにあと長編みを5回編みます。5 double crochet 1 2 3 4 5、こういう感じです。そしたら次、今度次のこのスペース、こっち側に編んでいきます。次は長編みが2回、2 double crochet、長々編みが2回、 2 treble crochet、 で、鎖編みが2回、2 chain、 今度はまた長々編みが2回、 2 treble crochet、 で、長編みが2回、 2 double crochet、
はい、これ繰り返しです。次はまたと長編みをここに入れていきます。全部で6回です。6 double crochet 1、2、3、4、5、6。はい、次はまたコーナーのパートになります。そう、これをまた一周ずっと繰り返し編んでいきます。ちょっと表から見るとこういう感じです。で、裏こういう感じになります。一周編んだらこういう感じになります。で、裏がこういう感じです。で、これつなげていきます。とつなげるところは最初に編んだ鎖の3目目です。1、2、3rd one、 ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ、つながったらこのまま上にもう一回長編みを編み進めていきます。鎖目3目、 3 chain、 でここからここまでずっと長編みです。全部で2、4、6、9回長編みをしていきます。9 double crochet 1 2 3 4 5. Six. Seven. Eight. Nine. はい、そしたらここコーナーになります。コーナーには、と、長編み2回、2 double crochet、 1 2、で、鎖が2回、 2 chain、 で、また同じ隙間に長編みが2回 2 double crochet、 はい、これをまた一周ずっと繰り返していきます。一周ぐるっと編めたらつなげて完成になります。つなげるところは最初に編んだ鎖の3目目です。 1, 2, 3rd one です。ここに引き抜き編みをします。スリップスティッチ、で1チェーン、鎖1つ、
これでモチーフの完成になります。ちょっと形整えてあげてください。と今回紹介したこのモチーフはと私のオリジナルの中でも結構気に入ってるタイプのものになります。とここが離れているのであんまりカーブのあるものを作るのには向いてないと思います。私はつなげてこういう感じで冬のブランケットにしていく予定です。皆さんもいろいろつないで楽しんでください。それではまた次回。